電動昇降トリマーテーブルを作ってみた。ナンバー6。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。トリマーカゴを図面に沿って組んでいます。こちらが前面になります。採寸チェックします。増し締めして直角を見ます。完成です。アルミ複合板3ミリのカット。アルミ複合板をカットします。カッターと手曲げで簡単に切れます。あまり強く力を入れると切り口が凸になるので慎重に行います。裏面にもカッターを入れます。カットできました。表面には保護フィルムが貼ってあります。さらに大きさを合わせてカットします。カットできました。
取り付け穴とトリマー用の穴を開けて、トリマーかご天板の完成です。アルミパネル2ミリのカット、両側面のアルミ板2ミリをカットします。2ミリですので、表裏にカッターで切れ目を入れることで加工が可能です。裏面にも入れます。カッターの切り込みを頼りに定規を当ててカットします。そのまま曲げると歪むので当て木をします。終略。切れました。もう一度カットして出来上がりです。こちらはさらに Z 金具のところの書き込み加工があります。終略。切れました。これで三分割です。余りはスペーサーです。このプレートにはさらにビス穴と Z 金具の書き込みを行います。このようになりました。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。動画は次回作ナンバー7と8に続きます。